ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティング、試合が始まりました。両チーム相手の出方を伺っているようです。走り込んできた。華麗なドリブル。パーできた。中へ放り込む空中戦。さあここからどう攻める。放り込んできた。ドリブル、ここで折り返す。空中戦、シュート。サイド、スペースを埋めないと。ファーできた。シュート、さあここからどう攻める。ワンツー、アンビリバボール、ゴール、スーパーゴール、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 ゴール。さあもう一度見てみましょう。ドリブル、これはファールです。ヘディング、シュート、クロス、ワンツー、
ガンガンプレスをかけます。フィールドを走破します。センタリング、コーナーキックに逃れました。さあここからどう攻める。中へ上げた、空中戦、出た。おっと、前半終了の笛です。さあ後半戦キックオフです。華麗なドリブル、折り返す、体を入れてきます。抜かれた。ファーポストを狙った。ワンツー。決まった、ゴール、エクセレントゴール。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。ドリブルという自己主張、ピッチという名のカンバスに連綿と描いていきます。決めることができない。後半20分経過しました。シュート、ナイスセーブ。合わせた、シュート、ゴール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 。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。動き出しが素早いです。ここで折り返す。リザーブの選手が体を動かしています。出た。
ペースを見つけた。交代した選手がサポーターの声援を受けています。これはちょっと危険なプレーでした。ヘディング スペースを使う。後ろに戻します。シュート。ワンツー。中へ上げる。すでに試合時間は85分が経過しています。シュート。これはゴールキック。ボールが宙をさまよう。バーサイドに上げた。ヘッドで圧倒的な強さで一勝を挙げました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。まあ大差はつきましたが試合内容は悪くなかったと。